前回のカズクラ、さあ聖地時代またやってきたぞというわけで、次狙うのはネザーだ。ネザーのデルタ地帯、ここはすごい人気がない地帯なんだ。だからここを聖地することでデルタのブロックをいっぱい手に入れることができ、さらにはデルタが綺麗になるというわけで、早速掘っていく。大量に大量に大量に掘っていくんだけども、カズクラ選手なんと 3D 用意しました。みんなゲームのやりすぎはダメだよ。そうというわけで、やべえ、なんか入ってきた。やばば、あいつのところを嵐に行きたいと思う人は高評価、応援してくれ。ポチ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 。というわけで、どうもこんばんは、カズクラでーす。酒井さんだーだ。さあ、そんなわけで、まんまと、あのものが今、ログインしてきたようじゃ。本当だな。あ。今からだな。めちゃくちゃにしに行くマグンテンを。みんな巻き込んでやってくよ。そうだ。そして、今回、今からリレーという形で、恐ろしいバトンが渡る流れが出来上がってしまうのかもわかんない。ドキドキしちゃうね。サンダーわかるか？なんだ？バトンの意味がわかるか？わかるよ。たすきのあれでしょ。そうだろ。ベストの形で、渡す。そうだね。箱根の、なんだ、駅伝とかもそうだよね。そうだよね。もう、みんな死に物狂いで、最高。このバトンを渡そうと頑張ってるんだ。そう、最後まで走ってるよな。走り抜けて渡すんだよな。ほんで、この1ヶ月こんだけ綺麗になりましたよ。すごいだろう。こんな綺麗なバトンいらねえ。いらねえ。汗と血と涙でぐちゃぐちゃになったバトンを渡して、うふふ、やばば、わかるか？わかるよ。クリーニング出したバトンなんかね、助けなんか渡したくねえと。そうだね。みんなの汗が染みついた勲章のようなものを渡したいと。そう、多少汚くてもいい。だからそのバトンを渡すということで、今回も許諾取りも全部裏で回しといた。しといたしといた。うん。で、ネザーラックまみれの会行ってみようと思います。行ってみよう。ほんで今回はメンツもヤバめで、マロ君あれヤバいよ。作業量が半端ないからな。あいつ動きいいからな。そしてなんと1ヶ月の眠りから覚めた冬眠明けの大体あの黄色いの猛獣だ。冬眠から開けたばかりだから、動きはやばいと思う。きっと体力あり余ってるぞ。凶暴だぞ。ということで、この4人でボッコボコにしに行こうと思います。やっていこう。参りましょう。レッツゴー。カズクラマグンテンネザーカップ、イエーイ。よいしょー。まあカズさんといえばね、あのネザーの緑化計画ですけれども、はい、今回逆を行く現世のネザー化。現世のネザー化で、あの、はいはい、特にメンバー、今回のメンバー結構そういうの得意とされてますので。そんなことはないですけどね、別に。多分あのせいぜいですね、一番上ぐらいだけ土はつっていただいて、はいはいはい、あとは上に置くだけ。簡単な話じゃないですか。はい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 。ほんでまあ削るのがもうせいぜいこの一番上ぐらいだけかなと。ここだけ、一番上だけは削ってこう置きます。はい、うん、あとはもうめんどくさいので、もうパンパンと置いてきゃいいですね。こういう風に置いていただいて土が隠れるぐらいの。あー、了解です、了解です。ちょっと見ていい、ちょっと見ていい。ちょっと一旦、はい、多分見てます。ちょっと一旦、ちょっとみんな落ち着かせて。はい、あ、分かりました。まだあの54分あと54分あるんで。嘘え、今の10分でこんなに？これはまずい。これは10分で、はい、あのこれぐらいはいけるんで、本当にマグンテンがなくなる可能性が飲まれるな、これ。飲む可能性はありますね。それ木も切ってまおう、こんなもん、こんな木、うん、こんな木取る。とりあえず木切ってまうわ。うん、こんなグローベリーとかなってるけど、いい、一旦切っとくわ。これ4月の進捗会はネザーで埋めたっすけど、5月はもしかしてエンドの可能性もありますかね。ねえこれちょっと1ヶ月可能性あるし、いい、ね、ただよ、次のメンバー誰これ。ジャジャさんか。え、ジャジャ、まずいぞ。ジャジャマグ。はい、そうです、そうです。あとメスさんが。やべえじゃん。ジャジャさんが関わってくると話が変わってくるな。これね、こちら今、はい、こういうことやっちゃってるじゃん、これ。はいはいはい、そうですね。次何されても知らんよっていうことだからね、これ
なるほど。ここまでやるともう次誰か何されても文句言えませんよっていう。そうですね、やったのはそっちだろってことですよね、最初に、うん、いうことだからね。これ本格的なあの戦争が始まるってことですね、争いが、はい、もう次何されてももう文句は言えないからね、これもう覚悟を決めてネザーラックを置くしかないですよ、我々はもうね。えじゃあもうあれっすね、もう歯向かえないぐらい徹底的にやっちゃった方がいいかもしれない3分なきまで、はい、もうあのいやいや出たしすらできないぐらいやっちゃった方がいいかもしれない。いやいや、マロ君の発想はちょっとね極端だよそれは過激派ですよね。いや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 、ちょっと君考えがね、はい、やばいね、その思想がちょっと思想はでもちょっとだいぶ強めでやらさせてもらってますね。ちょっとはい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 、はい、ちょっと今回どこまで行くのかちょっと楽しみになってきましたね。確かに結構もうネザーラックさえあればだいぶ進みますよね。本当に止まらずやっちゃっていいってことですもんね。いやいや、もう1時間ノンストップよ。もうあー、オッケーオッケーオッケー、フルコミット、フルコミットライザップよりコミットして、ライザップよりマッツコミットでいきましょう。すいません、ちょっとあのちょっといいですかね。どうしたんですか。あのもうあの僕あのマグさんの本拠点の方までちょっと来てるんですけど、本当にこれちょっと待って、そっち行き過ぎよ。早っ、は誰こっちやったの。こっちにできるとこいっぱいあるから、まだオッケーストッケース、じゃあ一旦そっち行きます。ちょっと待って、マロくん。はい、早ちょっと待って、早くない。ちょっと待って待って、マロくん仕事ができるね。ちょっと待って、話がちょっと違うって。あ、ごめんなさい、あ、もっとこっち側っすね、こっち側っすね。いや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 、あってはいるんだけど、はいはいはい、まだ行き過ぎてない、行き過ぎてない。今だってここマロくん基本一人でやってたよね。あ、そうっすね、一人でちょっとポツポツ言ってました。ちょっと待って、え、君才能あるんじゃない？いや褒めるんかい、ちょっとこれ、ちょっとみんなちょっと集まってください、これ、はい、はいはいはい、ちょっとこれだいぶ問題やと思うんですよね、これあのですね、ちょっと今、はい、3人とも見てください。はい、マロくん。はい、わらわら、これ、なんか特別な恨みある、マグニーさんに、これこれこれを口実になんかやってんな、これ。いやいや、はい、なんか特別な思いあるだろ、これは。いやでも、やっぱマグさん、やっぱずっと寂しがってたんで。なんか今ポイ捨てしなかったか、大丈夫。いやいや、ちょなんか捨てたな、なんか捨てたな。何も捨ててないね、ちょっとこれはね、はい、マグンテンマジで死ぬぞ、これ。奥側まだ残ってますから。あ、まだ奥側残ってるからね。うんうん、奥側行きますか。じゃあ一旦一周しよう、はい、一周あのレベルで一周させてからちょっと考えよう、残り時間で。お顔をまず囲いましょう。そっからね。うんうん、そうだね。うん、回ってみよう、これ、ピューと右回りで。さっきはこっちだけだったんですけど。うわー、めっちゃいい。これ裁判所飲み込まれますね。飲み込む勢いで行きたいですね、でもやっぱ。いやー、これいいぞ。あ、でもあとちょっとであるんですけど。勢いで。いや、これ来ましたね。来ました、これ。いいよ、いいよ。もう一段下の世界見せてやりますか、これ。いきますか。やりましょう。よしよし、大丈夫か。今待機したから。はい、ティ、今多分動物行くと思うんだ。じゃあ待ってね、行きます。今輸送するから、こっちの豚。あ、来た来た来た。あれ来た、これ豚じゃないか、これ。豚ではないわ。あかんか、豚ね豚って行った、ここ行ったんじゃない。あ、来た。名付けオッケー。忙しくなるよ。こっち5、6匹ぐらいね、一気に行くと思うから、ついて、ちょっと気持ちの準備。いった、やっべ。ジャンさん来た、ジャンさん来た。あ、でもジャンさんだったらまだ。あ、行った、来た。あと2、3体、あと2、3体。やっべー、マグさんが、カズさん急いで。ちょっと待って、あと2、3体だって。どこにいるんだ。来た。
やっべー、いっぱい落ちてる。オッケーオッケーオッケー。どこにやべ、手に入れたけどダメだこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、あっこにめっちゃ落ちてるからこれ。何やってんだ。あらちょっと、あ、マジで、あ、落ちでーす。あ、落ちでーす。あ、疲れー。あ、大、そっちから入ってた。落ちでーす。そろそろ交代だと思うんですけど。交代だよね。ちょっと今、最初のエリア行くから、ちょっと待って。ちょっと、すぐ行くから。イギリスで待ってます。カズクラ。あの、メスさんも、本当、ジェアさんも、マグマさんも、あの、ね。はいはい。僕ら、大事な話あってね。そうですね。え、バトンタッチ。はい。はい。今回リレーですよね。リレーです。リレーですね。リレーってバトン渡すんですよね。バトンいただきたい。そうですね。ね、オリンピックとか見たことあると思うんですけど、はいはいはい。と走りながら最高の形でバトンを渡すっていうのがやっぱ日本のやっぱすごい。見とくね、見とくね。そうですね。ですね。チームプレイ、チームプレイ。はい。努力しました僕らは。はい。間違いない。バトンについては身を粉にして、はい、なるほど、ギリギリまで、ギリギリまでね、うん。で、次バトン渡す人は確認してますか？ドズルシャとマエヨン、はいはいはい。あんな分かってるならもういいんですよ、はい。うん、分かってるんだったら、はい。分かってるんであれば、もう任せてそんでいいよね、マロ君。もう、はい、僕らはやっぱすごい頑張ったんで、やっぱバトンを渡したんで、まあバトンをつなげていってほしいなって感じですね。そういうことね。そうそうそう、そういうことですよ。あ、はいはいはい、いい匂いしてきましたね。わかりました。はいはいはい、わかりました、わかりました。いや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 、あれからまたちょっと落ち着いてログインしてみましたが、圧巻ですな、サンダーさん。圧巻ですな。圧巻ですな、やったったな、これ。めっちゃいいじゃん。いやいや、というわけでこれはね、なかなかいい感じじゃない？とてもいい。ね、まだ、サンダーさん。まだね、ちょびっとあるから、どうぞ。ありがとう。結構簡単でね、こうやってただ置いていくだけで簡単にネザー化が進むという。簡単なお仕事です。ね、簡単なお仕事だよね、これ。うんうん。ほんでね、またみんながね、これ早い早いでね、めちゃくちゃ早かった。あの、マロ君、彼ね、あの、ネザー化の才能ある。彼はわかる？わかる。切り抜きで彼のね、うんうん、あのブロックも置くスピードを見たんだけど、嘘だろっていうスピードでね、置いてた。モッドとか使わず、あのスピードはすごいよ。そうだよ、そうだよ、そうだよ。方向転換して、あのパパ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 ってやってるから、ジョンジョンジャンプしながら置いてたよね。うん、信じられない右クリックの速度。うん、若さだよ。生まれながらにしてのこのネザー化の多分才能だと思うんだ。あれ才能だな、努力と生まれつきの才能で。うん、今ちょっと手元に残ってた分だけど、もったいないから。これ考えるとやっぱこのネザーのブロックって結構必要なんだね。必要なのかな。やばいやばい、豚に襲われてる。豚さんどっかね、旅立っちゃったんじゃないのか。やられることなかなかないと思うんだけど。あ、でももう一個言うよ。なんだ？あのね、この豚さん、うんうん、あ、もう全部敵対すんじゃう、これ。そうなのか。だからゾンビとも喧嘩しちゃうの、これ、実は。なるほど、ゾンビにやられた可能性もあると。だからゾンビとか、オラのとこ向かってきてるわ、これ。追いかけられてる。追いかけられてる、追いかけられてる。うん。いろんなとこ行っちゃうんだよ、これ。うん。そっか。そう、いろんなとこ行っちゃう。どこでも行っちゃうんだな。そう。あと、俺は一匹狼だぜってね、豚の格好しながらね、狼だと思ってんだ、あいつ。そっか、そっか。あ、やべ、配達員さんだ。はい。
豚に倒されない場所にいて。やばいやばい、ここ危ないよ、間に合ってくれー。あいたたた、おお間に合え。ぶら？カズクラやられた。配達員さんも仕事お疲れ様です。行くときは安全な場所移動してよ。マジで何やってんの。あ、ほら言ったでしょ。あ、やられるって。やばいやばい、ボボボボボボボ。あれ、サンタさんもやられたの？救おうと思ってやられた。いや、俺はここら辺でね、張ってたんだ、これ。こいつだろ？オラをやったやつ。え？あったあったあった、オラの見つけた。よかった。うちのもあるか？いや、これサンダーのか？いや、サンダーのもある。サンダーのも持ってる。同じ場所でやられたのね。こっちこっち、ちょっとこっち信号。はい、集合。ちょっとこっち信号。うわー、ここ危ねえなー、ほんとに。危ないよ。でも防げた事故だったな。これ、これ。こんなとこか？あ、これ、ぶん殴る。ありがとう。これ。また来た、おかわり。やべ、そっちにもいるやん、そっちにもいるやん。そりゃいるよ。誰が連れてきたんだろうね。さらば。さらばだー。いや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 、危なかったなぁ。危なすぎるよ。いや、でもこうなんかちょっと見るとまだまだ足りてないのかなっていう多いな、本当に看板が。なんじゃこりゃ。大変、ここも紫になってるね。オツだな、オツだな。すごいな。いや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 、サンダーさん。はい。これちょっと、これヤバめのバトンを渡してしまったのかもわからん、これ。そうだね、インナちゃんと察してくれてさすがとしか言えないね。ちょっと待って、ヤバいな、このバトン。このバトンヤバいわ。これオラたち相当危険な目に遭ってるかもわからん。わからん。もう戻れないよ、怖くて。怖いよ。大丈夫かな。いや、でも終わるよな、バトン。オラたちから、うんうん、マグさんになって、マグさんたちからドズル社か。そうそう、ドズル社たちがキヨキヨさんにバトン渡して、キヨキヨさんはもう次のバトンがないから大丈夫だ。大丈夫だと思うよ。よかった。ということで今日はこんなとこで終わりましょう。恐ろしいバトン。でもみんな汗水しっかりと染み込んだバトンを渡してたみたいですね。そうだね。いやー、月に1回これどうなるのか、まだまだ展開が読めません。いやー、というわけで今日はこんなとこで終わりとこうと思います。またね、最高のバトン渡してほしかったらぜひチャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いします。お願いします。というわけでまたお会いしましょう。バイバーイ。バイビー。